はい入ってるでしょうか。インフィクス女性でございます。ベースの広志でございますいや今日たまたまの一緒で良かったですね。良かったんですかね。はい。なかなか日頃会うことありませんもんね、ヒロさんね。ね、本当にね、なんかよほどのことがないとね、うん、メンバーっていうのがなかなか会えないっていう。うん、まあそれぞれ忙しいですからね。はい、私は暇なんですけど、ヒロさん忙しすぎてほら全国飛び回ってますから。いえ、もう仕事も飛びまくってますから。シャレになります。暇です。ね、いやもうコロナの影響がここまで来るとはね。そうですね。ね、ちょっといろいろ話してましたけど、本当に ここまですごい影響になるとは思わなくて、一応今のところもう2月の、エコダマーキーでソロやったんですけど、はいはい、その時からもうお客さんガーッと減っちゃって、うん、もう2月末3月4月は全滅、ほぼ全滅で、まあ、4月の25日に、そのスーパーロボットスピリッツね、はい、Z の、はいはい、ガンダムの歌をね歌わせていただこうかと思ってるんですけど、うん、そのイベントは頑張ってきてください今あるかなっていう感じですけどね。ヒロさんもいっぱいライブやってるじゃないですか。あれどうですか。僕関わってるの先週やったのを最後に、あとほぼなくなっちゃったかなで、しかもほら、ね、4月のほらもう明けてね、5月ゴールデンウィークぐらいになったら、うん、もう大丈夫かなと思ったら、なんかいろいろね、これはゴルフが中心になったりとか。そうですね。しかもほら、5月でも広瀬さんもほら、だいたいゴールデンウィーク、ほら、ね、台湾に遊びに、あ、遊びじゃない、演奏に行ってるじゃないですか。そうですね。それも、イベント自体が、はい。まあ、一応延期という、ことですかね。延期。はい。延期。いつに延期なんだ。そうそうそう。毎回ね、はい、今全てが延期になってますね。はい、五輪も延期ですけど、はい。で、ゴールデンウィークまで全て、ほとんど全てじゃないのかな、まだ分かんないですね。まあほとんどスケジュール、ね、だからもう9割5分ぐらいはね、はいはい、9割以上はもう仕事がスケジュールが飛んでるというね、状況の中ですけども、はい、はい、こんな話ばっかりでいいんでしょうか。本当ですよね。気の悪い話ばっかり。いやいやいや、でももう今日ね、志村けんさんがやっぱほらコロナウイルスでね、もう本当回復願ってたらとんでもない訃報が入ってきて残念だったじゃないですか。はい、でもこうやって落ち込んで、まあ、気分的にすごいバッドな日に、うん、ね、ヒロさんと一緒にほら今日ちょっとコメント取ったり、そうですね、ね、ちょっとラジオ番組撮らせてもらったりとかして、はいはい、だいぶちょっとおかげさまですよ、一緒にいてもらったおかげでちょっと気が晴れたかなという気がしてますけど。そうですね。でもこの後いろんな噂が流れてますよね。うーん、どうなんでしょうね。首都機能がどうなるんだとか、どうなるんだとか、まあ、ここであまり細かいことについては言わない方がいいと思いますが、ね、どうなるか分かんないんでね、え、言えないと思いますけど、うん、まあでも本当にその5月ぐらいに入ってね、ちょっとぐらいこうついてきて、そうですね、早いこと、まあ、収束していただきたいなとは思いますよね。ね、で、まあ、6月の27日にね、うん、はい、今年もインフィクスギャン、はい、ワンマンライブギャンブリングロード2020がね、2020が控えてますけれども、ね、まあ、6月の末も7月の頭ということでね、その頃にはこう、まあ、ぜひね、ライブでこう皆さんに会えればいいなと思って今日、うん、そうですね、はい、はい、そんな希望も込めつつですね、ヒロさんに今日会っております。はい、はい、これちょっとテレビに出たんですけど、はい、あまりなの自分の大きさにびっくりしてしまいまして、はい、ヒロさんも今こうやって遠近法を取らないと、遠近法にならないと、今ですね、造成さん、はい、僕の2メートルぐらい後ろに2メートル後ろにいてこのぐらいこの距離感この距離感っていう、やばいやばい今日歩いてくるひろし君見てベース背負ってたんですけど、背負ってるベースとほぼ同じぐらいの細さしかないみたいな、さほど同じですみたいな、ね、人間じゃないですよ細ーみたいなでこっちから歩いてきてる自分太ーみたいなもう一発で分かりました、ね僕目悪いんですけど、はい、あそこにいたみたいなね、開いたシャレのランバイそらまあでもなんとかこのね、うん、状況を打破していかないと、そうです ね、生きてるうちにこんなことがあると思いませんでしたね、ヒロさん。そうですね、いやいや、こうなかなか実感湧かなかったんですけど、うん、やっぱりちょっとずつこう、まあ、世界に広がって
感じですもんね。うん、ね、なんかニューヨークとかもほとんどね、パリとかも人が出てないとかってね。まあ、日本もそうならないようにこれなんとかねみんなで頑張って抑え込んで、うん、ここをねこの3月4月とね乗り越えて、まあ、5月ゴールデンウィーク明けぐらいからまたパーッとねこう明るく、皆さんとね、そうですね、街で買い物とかもしたいですしね、うん、経済が回らないですから大体ね、そうですね、うん、まあ、楽しく新年度を迎えたいなと。本当ですよ、そうですよね。まさか今年1月1日で新年迎えた時にまさかこういうね、うん、春がこんな感じっていうのは1ミリも思わなかったですね。そうですね、うん、なんでまあね本当に今希望的観測でしかないんですけど、まあ、6月27日インフィクスまた1年ぶりにねワンマンライブがあるので、うん、はい、よかったら皆様とね笑顔でこの閉塞感をぶっ飛ばせっていうね、本当笑顔で会えたらいいですよね。ねえ、もう今までこう抑え込んで溜め込んでた分もね、うん、そこでこうガーッと発散できればと思いますので、たまにこうやってなんかね YouTube じゃないですけどこのなんか一覧ライブとかでこうなんかライブでも配信したいなと思いますね、うん、なんかできる方法ないですかね。みんな教えて、なんかこれがいいとかあ、おすすめの、そう今日ね、そう YouTube で生配信しようと思ったらそのな生がなんかできませんみたいな、登録者数の問題でしょうか。あ、いた、いや、インフィクスも少ないし中友情勢も少ないし、ひろしさんもほら YouTube やってるじゃないですか。僕めちゃくちゃ少ないですよみんな少ない。そうですね、皆さんポチッとしてくださいよ本当ここで言っておきましょう。本当ね、皆さんこうやってほら家でねこう自宅でこう楽しむね、うん、一つのコンテンツとして、で皆さんにこうねとこう、まあ、勇気を分け合おうとか ね、はい、そういう意味も込めてあのこれ流してますので、はい、ぜひともねインフィクスチャンネル、ひろしくんチャンネル、情勢くんチャンネル、はい、みんなポチッとしてですね、チャンネル登録もいっぱいして拡散していただければ、はい、嬉しいと思いますけど、はい、なんかねいつも本当にこの30年ぐらいなんかね、辛いなとかね寂しいな苦しいなと思った時にいつもやっぱメンバーが誰かいてくれて、で特にねヒロシさんがこういう場面でねいてくれることがすごい多いので、たまたまです、たまたます違う違う本当にね俺ね結構後からねあの手記を書こうかと思う、誰も買わないって手記書いたって誰も買わんやろお前の手記とかって思うんですけど、そうですね、もう日記みたいなもんですねでも本当にそういう時にいつもねこうメンバーがいて、ヒロシ君とかいてくれて本当にあの助かるなというふうに思ってますのでね、はい、今日あの大神さんいなくてよかったですね。あの放送禁止用語もダメですけど、だから YouTube でも禁止用語言いそうですからいろいろ編集たくさんやんないといけないそのまま流せないって生配信ダメじゃないですかそれ本当ですよね、はい、皆さんもぜひねインフィクス生が見たいぞと言っていただければですね、こうやってあの、はい、インフィクス垂れ幕の前でですね、はい、垂れ幕インフィクススタジオで、はい、ぜひあの生配信もしたいと思っておりますので、はいはい、皆さんの声をたくさんお待ちいたしております。そうですね、で皆さんもね本当体気をつけていただきたいですね、ヒロシさんね、うん、本当に体が本当、うん、調子悪かったら何もできないですからね。そう、はい、病気になったらいつも思うんですよね、うん、そうですね、病気にならないとそう思わないかもしれない。そう、ね、寝込んだり咳が出たりとかね、はい、もう熱が出たりすると、うすね、あもうねやっぱ健康が大事と思うんですけど、す、ね、治るとまた通常の生活してるみたいな、うん、でも最近、まあ、この年になってきたら昔よりはあの健康な時も思うようになったかもしれないですね。あ、素晴らしい、はい、そうですよね、これ食っていいのかとか皆さんねお酒の量とかいろんなものをね、はい、気をつけるようになってきましたし、やっとこの年になってコントロールできるようになってきましたからねお酒の量とかでも今日ね伊藤さんとこうやっていやあの動画撮ったり写真撮ったりコメント撮ったりいろいろしてるんですけど、若いこれでね52ですからね信じられない、もう本当になんで私もの使用税になりま、まだ51ですよ。あ、まだね、私だってまだ54ですよ明けさがもうすぐ55になりますから、すごいな、ね、あと2ヶ月で死者誤入したら、うわっ、死者誤入したら還暦じゃないですか。そうですね、60、まあ俺ら死者誤入したら100ですけどね、みんな本当ですね。でもあのねインフィクスの4人があのメンバー、ね、全員揃ってね、うん、元気っていうのもすごい ありがたいことなんで、そうですね、うん、4人揃ってライブができるっていうのもありがたいので、うん、今のうちね
全員が現存してるうちにですね、貴重なバンドなんで、はい、ぜひ今のうちね見に来ていただければと思います。これ録画なんだっけ、録画なんですね。次はですね、生配信で広瀬とやってみたいと思いますので。俺やるんですか。この嫌がられてる感じ最高でしょ。これがインピックスです。なのでまたね、この生配信もやってみたいと思いますので、皆さんくれぐれも健康にねお気をつけください、ね、はい、インピックスの中友情勢さんでした。そしてベースの野間口博士でした。皆さんお元気でー。